こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアを始めていきたいと思います。はい、というわけで、7位函館ペンタゴンと戦います。もうその前に練習試合ありますので早速やっていきましょう。1位リマッセ大阪とやります。でメンツですが、もちろん練習試合なんで落ちる人間からやっていきます。ヤン入れましょう。ヒラリーを入れて、でカルメン当然入れる。ミホの代わりにミユキ入れる。セツコも入れていきましょう。モエの代わりかな。リオもいいな。アヤカがこれだから、アヤカ、カナ。カナを入れましょう。で、リオを、ジャネットもいるのか。ジャネットも入れたいな。みゆきの代わりジャネット入れて、リオを、マナミの代わりかな。でも、マナミをまだまだ育てたいんだよな。まあ、いいや。キーパーは、ヒロカで。ここですね。もう思い切った戦法に行きましょう。こんだけ前に出すとどうなるか。お、いいですよ。あっさりと会えちゃいますね。やっぱりさすが、首位リマッセ大阪。完全に、守備が破られています。だるまから北原。まあそらそうなるわなという基本です。さあもうどんどん上がっていって、ライン上げていってますね。もうパスが渡りまして、小田切。おー、キーパー取れません。これ練習試合だからいいですけどね。1点は取りたいなー、できれば。おーっと、もう無敵に渡った。おっと、うまく、北原がキープ。そこを、外に出ましたね。さあ、ここキープしてほしいとこなんだが、3点目。出番がないですからね。このまま行くと。リオを節子と変えましょう。そうすると、今度は逆にラインを落としまくります。まだ聞いてないのかな。そう、パンチングだ。ファールではない。さあここチャンスだぞ。早く攻めてほしい。取られました。おっと、無敵に。おっと、パンチングだ。もう外に出しましたね。
緊急ミーティングと言われてます。おっと、点取られましたね。早い。守っててもしゃあないですね。重症とまで言われています。ミニキャンプ33分ですね。まあ、気がつけばすぐボール取られてますからね。このようにファールか。もうここにいるんだから、かなナイス。おっと、縦パスだ。一気に、簡単じゃない。左、相手が上か。試合終了ですね。はい、見ても仕方ないと思うんで、ここは省略します。課題は8ついただきましたね。おっと、エリカが怪我だ。対象が痛い。早速スタメンを切り替えます。ユーナを上げまして、ただ基本は変えないですよね。7個はすごいいいのか。サツキを入れてみましょう。リオ、カナ、ジャネット、マナミ、悩むとこですけどね。これでいってみますか。さあ、18節公式戦スタートです。ここは何としても勝ちたいですからね。さあ、試合開始です。おっと、7位相手に、まあ、ホームということもあるんですが、かなりリードしていると思われてますね。お、満杯のスタジアム、ほぼ満杯ですね。左側さらにちょっと空きがあるぐらいです。真ん中はもう完全に満杯です。満足度 100% は効いてますね。貯金背負って帰りたい感じはありますよね。さあ、緑。あーっと、バーに嫌われました。さあ、縦パス、これは緑に通らない。森尾が早いですね。深みに、おっと、ゴール前、萌えがここはキープ。彩香強引に7個をさらに上げていく。くるみ、ファールではない。ちょっと運がない。おっと、ちょっとこれは危ないぞ。おっと、助かりました。くるみに、さあ、うまい、緑。なかなかここ守備固いですね。くるみが自分で取って持っていきます。さあ、1対1になって先制のゴール。見事へ、隙を見逃せません。さすがくるみ、ここですよ。森尾から奪ってますよね。スピードも速い。
さすがとしか言いようがありません。先生です。さあ、青島から深見。おお、二人が二人でカバーしました。美穂、スコンドン一気に縦で緑、森生と会いました。ここでこぼれ玉狙いをしてるんですよ、くるみが。さあ、ここは気をつけろ。ファールも怖い。こちらボールですね。おっと、早くも交代来ましたね。まだ、ゲージが2なんで、まだ早いです、こちらは。ファールか。さ、どうする、緑。一気に、さつき!2 点目です。いい蹴りですね。さあ、くるみがゾーンで見てます。ファールは怖い。具志堅にもたれた。あーっと、1点返されました。ちょっと落ち込んでます。クラワンカサポーターの。右に出されてたんですよね。さあ、また1点差になりました。アグレッシブですよね、常に。おっと、具志堅に取られたが、ここは前半終了です。前半の笛に助けられました。さつきと幸子を入れ替えます。さあ、先方は変えずにこのまま行きます。あやか、捕らえちゃった。ちょっと応答が遅い。おー、助かった。か、まなみ、その縦パス、完全にフリーの美穂へ。また逆サイド。相手動かないんで、意外とスタミナ消費ないんですよね。ここへ来る。みんながこれ決めてほしかった。具志堅いいパスですね。助かった。さあ、まどかが疲れてます。ここは交代の頃です。勝ちたいので誰を投入するか。さよかな。さよを投入します。さあ、縦に、彩香、奈々子。ん?これは?幸子乗り越えました。あーっと、森尾が。奈々子に、さらに、幸子、チャンスが、外に出しましたね。おっと、一気に疲れが溜まってます。くるみを珍しく1ゲージですよね。意外。が、ここは、ジャネットを投入して、ちょっと様子を見ますか。さあ、一気に3人の交代。交代枠を使い切ります。さあ、函館ペンタゴンも1人変えてきました。さあ、ここは、またくるみ外してしまった。おっと、裏をかかれた。非常に緊迫したゲームとなっております。ジャネット、緑が自分で、あっと惜しかった。
クルミを突っ込んできたんですが、ちょっと総力の落ち、スタミナが総力の落ちにやってるか。美穂も疲れてます。ついていかない体が、ジャネットも。おーっと、超えた。あと83分。かなりスタミナ消耗してる選手がいますね。函館ベータも3人目です。交代です。さあ、動きが鈍い。サチコ、センタリング。あーっと、届かない。隙をついたらチャンスなんですけどね。7個。ファールですね。これはきつい。緑が直接、試合終了です。なんとか勝ちましたね。さあ、前半4分、これ緑チャンスだったんですが、バーが、一気にこれが前に出ます。そして、アイコ、これは、助かりました。先制したのはクラーカリバーズでした。これ、取ったんですよ。こうなるともうチャンスになります。サチコからミュセッタリングでそこへ切り替えたんですが、まあここはうまくいかず、さあここ緑のペナルティーキックがうまくサツキへ合わせまして2点目、2対0。だがその直後、島川ノエル右にうまく打ったとこを具志堅が走り込んでシュートを決められてしまいます。キーパーの裏もかかれて1点差で、これの後やっぱり全体的には押される試合なんですよね。ここも危なかった。彩香かくるみが、くるみの精度がちょっと落ちてきてるんですね。これは危なかった。笛吹かれなかったらラッキーでした。さあ、これで、こうなんですよね、くるみも。決めてほしかった。ボールとしてはそんなに難しくなかったんです。これ、本当に裏かかれて大ピンチだった。またポストですか。あ、惜しかった。そこでくるみも走り込んできたんですが、これはうまくいかなかった。試合終了です。お、ボールの支配率は初めて、久しぶりに上回ってますね。かなりの熱の入った試合となりました。結果2対1で勝利です。まあ6位のままではありますね。ただ7位との差はかなり開きました。18戦目、残り4戦で今年は2位は厳しいです。まあ、この辺は来年行きたい。まあ、ただ勝ち越しましたからね、8勝7敗。勝ち越しで、シーズンを終わらせればいいなとは思います。まあ残念ですが、残留は決定ですね。残留決定ってどうするかですよね。まあ予算もあるんで、残留決定したからといって主力を出さないというわけにはいかないんですがね。はい、というわけで次回はそのリマッセ大阪練習試合でカンプナまでにやられたリマッセ大阪ですよ。なんか魔王スピードアップ、キーパーのグリフィンが強すぎる。ポジションを見てみると、なるほど、堤は怪我をしてるんですけど、北原が恐ろしく疲れてますね。あ、結構疲れてる選手多いんだな。
っぱりだるまとか深田とかやっぱりキーあのグリフィンがキーパーなのにダイナモって何それ攻めもできるってことなんでしょうか。それともあの他のポジションからキーパーにチェンジしてきたのかもしれないですね。ダイナモは謎ですね。かなりの攻撃的な積極性の高いチームということで、まあこういうチームはやっぱファンから人気は出ますよね。はい、ということで次回はリマッセ大阪、これはちょっと難しいかなと思います。まあベストメンバーで挑んでどこまでやれるかというのを試すのも手ですが、ちょっと次回まで考えさせてください。